本日の選手のクイズはこちら。このバグ強化惜しかった。ぜひ予想していただいて、動画の最後の答えチェックしてみてください。皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日は2月12日月曜日、スパニッシュリーグセレクションアタッカーズレベマ比較やっていきたいなと思います。今週はですね、インテルビッグタイムガチャと同時にスペインアタッカーガチャが登場。こっちはとりあえず登録見ましょうか。今回も僕の独断点検ではあるんですけど、こんな評価でやっていきますので、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。まずはですね、ハイライト8名から見ていきたいなと思うんですけど、第8位 B 評価カルロス・フェルナンデス選手、ソシエダから初登場ですね。ダブルタッチ、ワンタッチシュート、スルーパスなどスキルはいいですけど、能力はちょっと物足りないかな。ライバープレートも今シーズン一度も B 以上がありません。第7位 A 評価サビオ選手、こちらもジローナから初登場枠ですね。ドリブル、ボルコン、スピード、瞬発が全て90超えてる上に瞬発力95乗ってるのでかいですね。ジローナなのでライバープレートも優秀、スキルが惜しいです。第6位 A 評価ベレンゲル選手、こちらもですね、爆速ドリブラータイプなんですけど、逆圧精度最高最高なのが大きな武器ですね。両ウィングだけではなくて、サイドハーフや OMF もできるユーティリティなタイプとなっております。前回の週間2列目がかなり優秀だったので、そっち持ってる方は乗り換えなくていいと思います。第5位 A 評価ラマザニ選手、アルメニアからラマザニが初登場。スピシュン、ドリブル、ボールキープ、ボリコンが全て90超えと突出した数値が多いのに加えて、ここからスーパーサブ持ち、後半から使った時の突破力っていうのはえぐいものがありそうですね。ただ本適性が左ウィングのみと限定的なのと、スキル面の渋さは気になるかな。スキルフル装備すれば十分やれる選手だと思っております。さあここからが A プラ評価。第4位はイアゴ・アスパス選手、このガチャの超強化枠ですね。今回のアスパスはレベル上限上がった分、足元系全部90乗せられるのがでかいですね。もうちょっとスピード瞬発あったら激アツだったんですけど、足元の細かさと決定力を持ち合わせるストライカーとして愛用する方も結構いると思いますね。今シーズンライバープレートかなりいいのも追い風となっております。過去版と比較してもこれは過去最強で良さそうかな。レベル上限も今回が最高です。第3位は A プラ評価ホセ・ルイス・モラレス選手、この選手結構面白いんですよね。ダブルタッチ、スーパーサブ一等にスキルはかなり初期から揃ってますし、能力もバランスよく全部高いタイプ。まあインサイドレシーバーの好みあると思いますけど、サイドでインレシで使うもよし、無印センターフォワードで使うのとかもありな選手なので、ぜひ気になった方は育成してみてください。ただちょっと前の習慣持ってる人は育成迷いますね。足元とかがっつり上げられるのは今回なんですけど、決定力バグ強化されてたのが習慣なので、まあ、前回持ってたら無理に今回育成しなくてもいいのかなとは思いますね。ここから評価上がりまして、 A プラプラ評価第2位ジョアン・フェリックス選手、こっから2人はね、まあ、ツゲットだったらノータイムで育成してもいいかな。まずはジョアン・フェリックスが順当な強化で登場。足元よし、スピードよし、パスや決定力も最低限ある万能型のフォワードですね。あとはスキルでシュート系だけつけてあげればガチスカ級の選手。一番のおすすめ起用は無印のセンターフォワードとなっております。で、過去版との比較はこんな感じで、1から3までは乗り換え推奨で、4はまあどっちか選ぶなら4なんですけど、もうすぐ1年経つことを考えるとこのタイミングで乗り換えちゃうのも全然ありだと思いますね。で、後半はですね、プレイスタイルとか変わってるので細かく見て判断してほしいんですけど、基本的には全部乗り換え推奨かな。スピード、決定力、ボールキープが高いのが特徴なので、過去最強クラスと考えて OK です。7とはトップ強化の違いだけなので、契約考えたら乗り換え安定ですね。さあそんなメンバーを抑えて今回第1位になったのは S 評価ホドリゴ選手。ぶっちゃけこのガチャでルイス・ガルシアと同等レベルで当たりだと思うのがこのホドリゴですね。ちょっと前にですね、アップデートでの通常選手登録変動まとめっていうのを動画で紹介したんですけど、ホドリゴもですね、波小さいにアップデートで変わっていて、そこからは初めてのハイライト登場となりました。ライブアップでも調子いいし、このドリブル系スピード瞬発がありながらスーパーサブ持ちですよ。これはなかなかにいいんじゃないかな。インデシの好みはあるのと、適性がウィングのみなのは気になりますが、スキル能力ともに完成度が高い選手となっております。過去版と比較してもドリブルスピードは過去最強ですね。前半は全部乗り換え安定で、後半に関しては5、6乗り換えの7、8はセンターファールになってるし、ウィングで無印で使いますので、まあ乗り換えなしかな。ここはフォーメーションとかに合わせて使い分けをしてあげてください。ということでここまでがハイライト8面になります。ハイライトはホドリゴ・フェリックスの2人がかなり強い能力ではあるんですけど、どちらも登場回数多い上に習慣も結構来てたりしますので、まあ、今回取る人
要性はちょっと低いのかなって印象ですね。この後のエピックを見て引くべきかどうか検討してみてください。ということでまずエピック1人目は A++ 評価サモラーノ選手。今回2種類の育成持ってまいりました。まずはこちらが最大総合値型ブースターはエアリアルで最大総合値101で登場しましたね。いやなんか音楽の先生とかにいそうな見た目で、おすすめのですね育成はこちらになります。さすがにちょっとドリブル系が低すぎましたので、ドリブル12振りとがっつり底上げしてみました。ボルコンはね間違いないものがあるんですけど、ドリブル81のボールキープ79、ここが結構厳しいですね。まあ、逆に得点能力はバッチリだし、エアバトル系の能力の高さはトップクラス。ちょっと厚めにエアバトル7振りしてフィジコン85、ジャンプ95ラインまで調整してみました。まあ、その割にねちょっと身長は低いんですけど、決め切る力に特化したボックストライカーって感じですね。まあそうね、スピード瞬発も最低限あるし悪くはないですけど、追加したいスキルも多いし、わざわざこの規模のガチャで狙うほどの優位性はないのかなって僕は思っちゃいますね。ただ過去のサモラーノからめちゃくちゃ強くなってますね。総合値10上がり、何事ですか。インテル版エピックからも相当強くなってますので、サモラーノ好きな方は絶対に乗り換えちゃってください。さあそしてお次はファンニステルロイ選手。2つの育成の方持ってまいりました。まずは最大総合値型シュートのブースター付きで最大総合値102。アイコンはかっこいいし総合値の高さはさすがですね。でこちらがですねおすすめの育成になります。サモラーノと同じくボックスストライカーなんですけど、足元がサモラーノより高いのと身長面オフェンスセンスが大きな違いになりますかね。まあその分ねスピード瞬発とかエアバトル系は劣るんですけど、まあ個人的にはファンニステルロイの方が実用性は高いのかなって思ってますね。オフェンスセンス98は間違いなくトップクラスだし、逆圧精度最高になってるのも今回の特権。フィジカルを生かしたキープ力と得点能力に関しては間違いなく全ストライカーの中でもトップクラスですね。まあこういうタイプってね上手い人が使えばめっちゃ強いと思うんですけど、結構まあ使いは難しいと思うんですよね。なのでクロート向けな選手、そんな印象となっております。で注目はですね前回のビッグタイムとの比較になります。これはねまあ好み分かれそうかな。足元フィジカル高いのが今回で、スピード瞬発高いのが前回。まあこういうタイプって考えたらフィジカルとかボールキープの数値大事なので、まあ今回の方が強そうかな。まあ好みがあるんですけど逆足も上がってるし、僕は今回のが強いと思ってるので、ファンニステルロイ好きな方とかは乗り換えを検討してみてもいいと思います。さあそして最後の紹介となるのは S 評価ルイス・ガルシア選手。まあ一番このガチャでも環境に適してまえそうなのはルイス・ガルシアになるかな。ウイレ時代含めて完全初登場、ボールキャリーのブースター持ちで最大総合値99で登場いたしました。右ミッドフィルダーできて左利きっていうのが実はかなり希少なので、こういうタイプ欲しいよって方は狙ってみる価値はあると思いますね。能力に関しても爆速サイドアタッカーとしてはしっかり能力ありますし、スキルの完成度は高いタイプ。まあエラシコつけてね特殊にしたりするのはおすすめなんですけど、まあ初期装備でも十分やれる性能なんじゃないかなって思いますね。まあ間違いなくね能力とかスキルは優秀だとは思いますけど、今までのボールキャリーって基本的にはぶっ壊れが多かった中で、ちょっとこのルイス・ガルシアの物足りない感は否めないのかなとは思っちゃいましたね。はい、ということで今回まとめるとおすすめ度5段階中3でございます。選手として好きなら引け、他はスルーせよ、そんなガチャになりますかね。まあ、多分ねがっつり課金してる人だったら3名ともガチスカに入ってくるのはなかなか難しいと思いますし、逆に無課金美課金にはもっとおすすめのガチャがありますので、選手としてどうしても欲しい方、そんな方向けのガチャになってますね。まあまあまあこういう週もありますよ。ちなみにインテルビッグタイムとどっち引くべきかって聞かれたら、まあインテルがおすすめになるかな。まあぶっちゃけどっちもするっていうのも全然ありだとは思うんですけど、強いて言うならインテルの方が魅力的だと僕は思っております。ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。本日の選手のクイズの答えはこちら、ムシアラ選手でした。当たった方高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。